チャンネル登録者数2022人になるまで毎日茨城の豆知識をアップする。どうもデル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 デスケです。オスペンギンです。さあ、ということでチャンネル登録者数が2022人になるまで毎日茨城の豆知識をアップする企画でございます。ということで今回の豆知識はこちら、茨城面白研究所。さあ、今回ご紹介する茨城豆知識はあの人気アニメのシャーロットの聖地でございます。人気のアニメのシャーロット、はい、これじゃあですね、まずちょっと知らない方のためにちょっと簡単に説明しますと、うん、少年少女がですね、ごく一部の皆さん、その中のごく一部の人が特殊な能力を持っているというお話でございます。その能力者同士がいろいろなことが起きるという、うん、まあ、ざっくりざっくりで見ますけども、まあでございまして、まあ、主人公の方はですね、音坂優さんでございます。高校1年生でございます。この人の能力は他人の体を5秒だけ乗っ取ることができるという特殊能力をお持ちの方でございます。そしてこの方がですね、アニメの第7話で来た駅がですね、茨城県の取手駅でございます。取手駅に来ましてですね、まあ、みたらし団子を食べてゲーセンに行くというシーンがあるんですけども、うん、もうこれのですね、もうファンかたまらんですけど、一致度がすごいんですよ。このみたらし団子を食べたお店は、実際は定食屋なんですよ、うん。ただもう、実際とアニメ見比べたらもうまんまです、本当に。で、まあ、ちなみにみたらしはそこでは売ってないんですよ。うん、定食屋なんで。売ってないんですけども、でございまして、ちなみに、そのゲームセンターが出てくるんですけど、そこは、パチンコ屋さんでございます、うん、実際は、うん。ただもう看板の作りとかもう完璧にも、まんまで一致してて、もうファンはたまらないので、コースといたしましたら、そこでみたらしという食べたところで、まあ、定食を食べて、そのパチンコ屋さんに行くというのが、なんか実際の流れ通り、物語通りに行くっていうのが、うん、聖地の流れとなっているそうでございますので、ぜひ、どちらも駅から近いので、うん、で、いろんな遠方からも来やすいのかなと思っておりますので、ぜひ遊びに来てください。というわけでございまして、皆さんチャンネル登録、高評価、グッドボタン、たくさんよろしくお願いいたします。お願いします。ね、もう僕もね、もしね、この音坂優さんみたいに他人の体を5秒間だけ乗っ取ることができたら、ブワーッとチャンネル登録しますね、このチャンネルの。そうですね。はい、もう、5秒でいけるもんね。5秒でいけるでしょ。5秒でいけると思う、慣れれば。YouTube 見ててる人だったら一番いいかな。スマホはもう開いてる段階だったら、5秒でいけると思う。いいよね。うん、欲しい能力。そう、ね、そんなことはできませんので、皆さんぜひ、お願いします。お願いします。